始まるよ。皆さんおはようございます。今日は非常に雪が降りまして、ね、太平洋側でも真っ白になりましたけども、今日はこれいきましょう。信頼は道徳より実践で教えるっていうね。信頼ってよく学校なんかで言いますよね。まあ言葉で言いますよね。言葉で言ってもこういうものは絶対につながらないんです。腑に落ちないんですよね。どうしたらいいかって言ったら、やっぱりね、実践で教えないと、あ、こういうことなんだってことが分かって初めて血肉になるっていう、そういうことなんですけど、まあとりあえず論語なんていうのは言葉ですから、言葉で言ってみると思うんですけども、こういう言葉がありますね。非常に有名な言葉です。富と貴とは人の欲するところなの。これわかりますね。金持ちと地位の高い行為ですね。偉そう、偉くなるのは人は誰でも欲しているっていうね。でもその道をもってせざればっていうのは、不正なことをしないで、正しいことをしないで、この富と貴を得ても、その富と貴というのはどっか行っちゃうって言うんですよ。おらざるなりっていうのはね、まあ自分がいないって言ってもいいですけども、長くいることはできないって言うんです。で、一方でね、ここが面白いんですけども、貧と賤とは人の憎むって言われてね、貧しさと卑しさ、身分の低さっていうのは人は誰でも嫌がる。当然ですよね、嫌がる。吉田健康みたいにやらなければ嫌がります。その道をもってせずしてっていうのはね、正しい行い、正しい生活、みんなから認められるような生活をしていながら、こうなってしまった、貧と賤になってしまったらってことですよ。それこれを売るともさまざまになるっていうのは、この貧と賤の中にいてもそれはいなくならないって言うんですよ。これ面白いんですよね。だから諦めろって言ってるんですよ。正しい道を、だから、あ、今だったら道が間違えた、こういう道は正しくないんだって言って、直すんじゃないんです。結局道というのは正しいです。一つしかないんです。でもそれは金持ちにも貧乏にも、身分が高くも低くもなるんだってことなんです。だから逆に言えば、変な話言ってもじっと我慢しろってことです。やたらと金持ちだけを探っていくなというね、これなかなか面白い考え方なんですけども、これはもしもね、正しいことをやっていて金持ちになった、正しいことをやっていて貧乏になっちゃったってしたらば、その同じことっていうのが、同じ正しいことが正しくなくなっちゃうでしょ。それはだから、ブレますよね。違うことやっちゃったな。今回はこれやっちゃう。それはちょっとまずいんで、まずいっていうか、まあ、思想ちょっとしてはまずいですよね。同じことやってるんです。で、これはね、実は渋沢栄一が好んだこの言葉なんですよ。これは論語とそろばんにバッチリ載ってます。で、渋沢栄一はね、まあ大体、幕末からいた人なんでね、幕末というのは年貢とか、そういう武士の階級ではなかったんですからね、それを取られて、まあ、身分として低かったんですね。でも武士というのは、与えられたお金を使うだけの人々だったんですよ。で、稼ぐというような、考え方とか発想というのは、いやしいもんだったんです。これやっちゃいけなかったんです。で、そこのところに目をつけたんですね。なぜかというと、正しい道を行っていても、貧しくなっちゃう人がいるからなんですよ。で、それはここに載ってますよね。貧しくなっていても我慢しろってことなんですよ。そうすればいずれその道が盛り返してくるって言ってるんです。これ正しいことをずっと続けなさいっていう、貧しくなっちゃったから正しくないんじゃないかっていうことはありえない。これ渋沢栄一の基本理念だと思います。で、渋沢栄一が好んだことでね、まずこれなんです。どん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 時代によっていろんなことを変えていくとね、お金持ちになりますよね。道を変えちゃうと、そうしますとね、不正になっちゃうんですよ、ある意味では。昨日まで正しいことだったのが今日正しくなくなってしまったってことあります。それでお金を儲けちゃうって人いっぱいいました。それは富の独占になっちゃうってことね。これ矢崎八郎なんかこれですよね。まあ不正じゃないんですけれども、いろんな策を巡らして、いろんな人と掛け合って富を独占したんです。これじゃダメなんだって。ちゃんと働いている人、理念に沿って道に沿って動いている人たちがかわいそうじゃないかって言うんです。で、上から与えられたものだけのお金、だからまあ当時は武士ですよね、今だったらサラリーマンですよね。
それを使うだけっていうような生活はダメなんだって言ってますよ。これサラリーマンも同じだと思いますよ。与えられただけのお金で使っている。まあこれだから決められた収入を支出するわけですからね。でその収入っていうのは自分じゃ決められないんですよ。これだからこれはね、これが一番いいんだって。人から集めたものを分配しなさいってことなんですよ。だからサラリーマンになるなっていう意味じゃないんですよ、これ。これはね、これ言うんだとそういうことになっちゃうんですけども、国の富というのはサラリーマンだけではできないってことなんですよ。結局人から集めたお金を分配しなきゃいけないんですね。そうすれば、働いた分だけの報酬は、正当な報酬は得られるってことなんです。今のサラリーマンの人は、働いた分だけの正当の報酬を得てるかどうかっていう、とても疑問でしょう、これ。とても疑問なんですよ。例えば管理職になったら、責任というものに対する報酬でしょ。それは測れませんよね。客観的じゃないんですよ。これだけ売ったからこれだけ儲けがあった。っていうことによる報酬なんですよ。それが働いた分の報酬。となるとね、こういうところはやっぱりこれ、論語だからこれ、見つけたんですよね。論語の中にも実は、ね、資本主義的な考えってあったんですよ。これ思考という人がね、孔子の一番弟子ですけども、よく考えたんですよ。どういうのかというとね、その品薄のところに時物を売る、そうすると儲けが出てくるとかね、ということになると品薄まで待とうっていうね、どういうことをやってるかというと孔子自身を売り出そうとしてたんですよ、思考はね。でも今この時代はダメだ、品薄になる、孔子のような人たちが必要になった時代になってから私が営業しますよっていう風なね、部分があるんですよ、論語の中にもね。でそういうところっていうのは、ね、当然もう当時の人は論語ばっかりやってましたから知っていたんですよね。で渋沢栄一がね、フランスから学んだこの信用と信頼っていう、これ日本のものじゃないんですよ、フランス流なんですよ。そうすると日本にあんまり使えないです。でそれをくっつけたんですよ、あの人は。でそのところをね、論語とそろばんの中で読み取ってほしいんです。でも読み取った場合、読み取る人はね、論語の方を見なさすぎてますね。やっぱり経済の方から 見すぎています。だから実際これどういうことかってことはね、今でいうクラウドファンディングのことではないかと思うんですよ、私。合本主義って一回言ってました。資本主義ってこともまだないですからね。資本を合わせてやっていくっていう。そうすると、当然これなんですよ。働いた分だけの報酬が得られます。でも、うまくいかない場合もありますよ。与えられたものだけで過ごすんではないってことね。皆さんから資本をもらって、それで投資するっていうね。この今でいうクラウドファンディングのことであると私は思います。国レベルではなくて、もっと小さな地域ですよ。それから人が欲しがるものへの投資と期待ですね。これがサラリーマンとか、その普通の一般企業の人たちの一人一人の職業観の中にはないです。私はどういう社会的な立場でお金を得てるんだろうか。新入社員20万近くもらってますね。こんなにもらっていいんだろうかと誰でも思いますよ、最初は。でもそれが10年20年経ってくると、こんなに働いてるのにこれしかくれねえやっていうことになってきます。で中小企業になってくると、ちっともうまくいかねえやっていうことになりますね。どこで金回ってんだろうっていうことになります。でも会社によっては1ヶ月リモートワークしてるだけで、100万近く取っちゃう人もいるんですよね。っていう、あいつら何もしてねえじゃないかってことになりますね。結局ね、人が欲しがるものへの投資と期待っていう個人的な考え方、感覚、金銭感覚っていうのをつけましょうっていうの、こういう中でないと実際はね、信頼と信用っていうのが出てこないって言うんですよ。学校の中で口で言いますでしょ、信用っていうことがあります。人を信頼しましょう、言われたことは信頼しましょうっていうことになると、バカを見ることもありますね。でもこういう金銭のやり取りをしていると、この投資と期待、あるいは信用と信頼っていうことになると、ね、裏切られると裏切られないっていうのは明快に分かってきます。これやると裏切られる、これやると裏切られないっていうのがきれいに出てくるんですよ。口だけではなんか人を信じましょう、性善説だけになりますね。日本では逆の国もあります。性悪説だけの国もあります。中国なんかにもそうですよね。日本は性善説だけです。でもそういうことではどっちか偏りすぎてるってことなんですよ。実際やっぱり
あの現実的な投資とか期待っていうのはね、これを学校教育であるとか、今始まりましたね、やっと文部省で、あるいは家庭教育の中で教えた方がいいんではないかということです。これあのスゴロクみたいなゲームではありましたよ、土地の売買かなんかやるようなね。それを実際に学校の中で、この前のニュースによると家庭科の先生が教えてるっていうような話がありました。結局社会の先生が教えると議論とか論理になっちゃうんですよね。経済 論理になるんです。そうするとうまくいかない。家庭科の人は現実のリアルなものを扱いますから、そうするとうまくいけるんですけども、家庭科の先生自身がこれやってない方が多いんですね。わからないんですこれ。やっぱこれをもう少しね、考えていくと、一番日本でこれ根付きづらいっていうのはね、お金っていうのは汚いっていう言葉が武士の時代からずーっとあったんです。お金は汚いっていうね、金に汚ねえなあいつはっていう、そういう言葉あるでしょ。金に汚いっていう言葉っていうのはあるんですけれども、どこの国もあります。でもお金持ちっていうのは全部金に汚いことになっちゃいますよ、ね、そういうんじゃなくて不浄なものではないんです、お金っていうのは。なぜかというと期待されるからですね。これはあの正当な報酬ですよ。あの働いたことに対する正当な報酬で、これはね、どうか書きましたね、報酬ってね、あのこれですね、働いたことの報酬、競馬や競輪と違うんですから。これはそうするとね、日本ではこういうのがあったんです。情けは人のためならずってありましたね。でこれはあの人のためならないって意味じゃないですよ。今よく間違えてますけども、人には情けをかけなさい、そうすると回り回ってきますよ。でこれは実際お金と同じなんですよ。渋沢はそこのところを合わせたのではないかということ。フランスで信用と人情っていうのを合わせたんです。でフランスではこういうこと言っちゃ怒られちゃいますけど、裏切られます、それはかなり。でも日本ではそんな裏切られないんです。日本ではもともと人情っていうのがありました。かなり激しい人情がありました。あのなんていうかな、お金のためじゃないんだっていうのをよく言うでしょ。これは俺の信条だとかね、武士は食わねえと高ようじゃんってあったじゃないですか、痩せ我慢っていう考え方がね。でそういう考え方って日本では根付いてるんで、それが情けをお金に置き換えると同じような現状が出てくるということなんです。回ってきますよと、ね、だからお金は投資しないと回ってこないんです。それは会社がやってるんですよ。その会社の中で使われてる人はそれを現実的に自分の身としてわからないってこと、ね、それはやっぱりわからないと、なんて言いますか、信用とか信頼っていうのは分かってこないんじゃないかと思います。本来的な信用信頼、お母さんの言ったことを信じなさいよって、いくら言ったってお母さんが不正やってたり何か悪いことしちゃったら同じことでしょ。でそれをお金にやると、ちゃんと働いたんだからあんたは5円やります、10円やります、昔はね、今なら100円あげます、お使い行ってちょうだい、聞くでしょ。これ聞くんですよ。それはなぜかというと、まさしく現実に合ってるからなんですね。信用ということと情けということはね、やっぱりこれ戻りますとね、道徳で教えるよりもこれは異なってくるんですよ。実践で教えた方が信頼ということはよく分かってくるって。やっぱりこれもちろんこっちはやめろっていうんじゃないですよ。やめちゃうと裏切ることがありますから、これをやっぱり論理的に裏付けするんです。そうしますと信頼っていうのはまさに上がってくるんじゃないかと私は思います。それを渋沢栄一はね、考えていたんだと私は思います。なかなかこれは浸透しなかったですね、100年ぐらいじゃね。今やっと始まりましたね、小学生の投資教育って。私これ期待しています。論語に裏付けされてるからです。本日は以上です。パルパル